こんにちは、お肉です。今回はちょっとね、遅くなっちゃったんですけど、NiziU のユニットの曲があるじゃないですか。で、そのユニットの曲ずつの、TikTok が出たということで、これ見ないわけにはいかないでしょということで、早速、皆さんと一緒に見ていこうと思います。はい、ということで、まず、このメンバー的に Love Yourself ですね。最高。あー、好き、ここ。この曲マジでいいよね。なんかその3人の雰囲気に合ってる。え、かわいい。何こんなんあるんだ。あ、これライブの前か後に撮って、あ、終わった後ですね、に撮ってくれてるってことか。え、かわいい。大きいボールが思い浮かぶ、あのテニスの。めちゃめちゃいいじゃん。もうぴったりって感じ。これ最終日かなの終わった後なのかな。ここ好き。めっちゃいいじゃん。別れて。かわいすぎる。この曲はね、本当になんて言うんだろう、その王道のアイドルみたいな曲ですごくいいなって思う。その結構今回個性強いユニットだからこそ、このメンバーたちの曲、この Love Yourself は癒しですね。はい、これで撮ってくれると思わなかったからめっちゃ湧くんだけど。はい、ということで次行きたいと思います。次がシークレットの3人ですね。この3人さ、その何、大人っぽさが半端ない中に、このリクちゃんのこのバンっていうボイスがね、とってもいいんだよね。え、めっちゃいいやん。雰囲気めやばい。このさ、後ろの2人のさ、大人っぽさとさ、このかわいい。あ、めっちゃ今のリオちゃんの声のとこ好きで、ここのリクちゃんもかわいい。やっぱね、表現力がパない。あー、名曲である、本当に。これ絶対にやってほしい。これはね、スタジアムで見れないと泣いちゃうって感じの名曲ですね。しかもこれの終わり方、前はこれで終わらなかったんですけど、でも後半はこれで終わってたのかな。私が行った時はこれで終わらないっていう話をしてたんですよ。だけどこれで終わってる今。ここの、このリオちゃん好き。ここいい。この曲調が、なんかすごい好きな曲調なんだよね。ちょっと大人っぽくて。え、かわいい。このまやちゃんの髪型がレクサスちゃん思い出すわ。A2K の。このね、3人の大人っぽさたまらんですよ。この最後にドアップにしてくれる運営さんもちょっと粋だなと思いました。そして最後がジャンプの3人。来た、メガホン。このメガホンかわいいよね。なんなん、やっぱ表現力がパナすぎる。顔の表現がやばい。かわいい。ニナちゃん、私髪明るいの好きなんだけど。マユカちゃんも最大限に今明るいね。次色入れそう、めっちゃ。うわー、最高。これ絶対なんか撮影あるよ。髪の毛の色入れて、みんな。うわ、最高。もう乗りたくなる感じの曲。はい、ジャンプもめっちゃいいですね。この前のさ、テイクイットの2人にニナちゃんが加わることによってさ、さらにこの曲がさ、もう最高になるところがいいよね。この1人ずつのこのアピールの感じもいい。ここのリマちゃんやばい。本当にやばい。眉毛をさ、片方だけ動かせる人って本当に表現力いいよね。それ本当にかっこいいと思うんだよね。来たよ。これさ、ライブでみんなでやりたくない？もうすぐ ZOZO あるじゃないですか。そこでやりたいよね。最高。あー、めっちゃいいんだけど。うわー。わ、これもライブで見たい。はい、ということで、全部ね、ライブで見たらめちゃめちゃ楽しめる3曲となってますので、もう ZOZO ね、もうちょいなので、ちょっと私も本当に楽しみですし、皆さんと一緒にもう楽しむしかないなっていう気持ちでいっぱいなので、皆さんのこのメンバーたちのユニット曲ね、まあどれが好きか、まあ全部好きだと思うんですけど、特にこの曲が好きとかあればちょっとコメントで教えていただけたらなと思います。私はやっぱりね、その、推し
とか関係あるかないかちょっとわかんないんですけど、私やっぱりシークレットの曲調が好きなんですよね。もともとなんか大人っぽい曲がすごい好きなので、この曲いいなって思うんですけど、まあでもさ、ラブユアセルフみたいにもハッピーになれる曲だったりとか、あとこのジャンプみたいに超ライブで盛り上がれるっていうのもいいと思うので、皆さんのおすすめちょっと聞かせてください。そんな感じでまた NiziU の最新情報とかがありましたら、動画にしていきますのでよろしくお願いします。そんな感じで本日もご視聴ありがとうございました。また次の動画も見てください。それでは、バイバイ。